何年か前、地元紙のコラムニストが深く考えさせられるテーマを取り上げました。その記事を紹介したいと思います。ユタに住んでいて毎週教会に行くモルモンは、会員同士が非常に親しく生活しています。5分前の街の出来事を知らない人がワードにいないほどです。このように親しく生活していると、他人の生活に干渉しがちですが、逆にそれが大きな力ともなっています。筆者は続いてこのように記しています。火曜日に職場で正午のニュースを見ていると、交通事故で大破したバンが映し出されました。若い母親と2人の小さな子供がヘリコプターと救急車で病院の集中治療室に向けて搬送されていました。数時間後、その晩はヘリマンにある我が家の向かいに住む若夫婦、エリック・キグリーとジーナのものであることを知りました。キグリー家族とは、教会でいつも会っているだけでなく、事故の前の晩、近所の人たちと集まってパーティーを開いたばかりでした。私の孫たちはキグリー家の娘ビアンカとミランダの友達でした。1歳2ヶ月のミランダは、頭部に受けた重傷により、3日後に、病院で亡くなりました。こんな時に親しく生活をしていることが功を奏します。遠くで起きた事故にもかかわらず、ワードの会員は急いで車を止めると、すぐに大破した車の中を捜索し始めました。他の会員たちも警察と救急隊が到着する前には事故のことを知っていました。会員たちは搬送先の3つの病院に行き、職場にいたエリックに連絡し、作業班を組織しました。すぐに駆けつけられなかった人たちは、何か手伝うことはないか懸命に探しました。48時間以内に、キグリー家では庭の芝刈りと掃除と洗濯が終わり、冷蔵庫に食べ物が蓄えられ、見舞い客用に食事が用意されました。犬を飼っていたらシャンプーさえしていたことでしょう。筆者は味わいのある言葉で結んでいます。会員同士が親密な付き合いのあるワードには良い面があります。一人に起きたことは全員に起きたことなのです。この悲惨な事故に際してワードの会員たちが示した憐れみと奉仕は、この出来事だけに限った特別なものではありません。モルモン書の預言者アルマは、キリストに従おうとしていた人々にこう説明しました。あなた方は神の羊の群れに入って、神の民と呼ばれたいと願っており、重荷が軽くなるように互いに重荷を追い合うことを望み、また悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めることを望んでいる。そしてアルマが説明しているように、彼らはバプテスマを受ける準備ができていました。この聖文は最も憐れみに満ちた方法で教え導き、世話をする上で拠り所となっています。ワードは極めて大きな試練や悲しい出来事に直面している人々の必要を満たすために組織されています。ワードの父親であるビショップは、助言と援助を与えます。さらにメルキゼデク神権とアロン神権の指導者、婦女教会会長会、ホームティーチャー、訪問教師、ワードの会員たちが待機しています。ワードの会員たちはいつでも身近にいます。必要な時に慰めを与え、憐れみを示すために全員がそこにいるのです。私の身近にもこれまでにいくつもの痛ましい悲劇が起きました。1998年に我が家から東に3軒目の家に住む19歳のザック・ニュートンが交通事故で亡くなりました。それから2年も経たない2000年に、ニュートン家の真向かいに住む19歳のアンドレア・リチャーズが交通事故で亡くなりました。2006年7月のある土曜の午後に、我が家から通りを隔てて北に2軒目の家に住む、機関宣教師トラビス・バスチャンと、15歳の妹デジリーが自動車事故で亡くなりました。1ヶ月後の2006年8月、我が家の隣に住んでいた32歳のエリック・ゴールドが若くして世を去りました。この近隣には他にも、自身と神以外に誰も知らない辛い目にあって、ひっそりと耐え忍んでいる人たちがいます。狭い地域の中で、5人もの若い人たちが亡くなったことについて、試練の数が多すぎると思う人がいるかもしれません。下級の必要があるときに、すべてのことを知っている会員たちが集う、面倒見のいいワードだからこそ、事故の数が多すぎるように感じるのではないかと私は考えます。そのようなワードはアルマや救い主の訓戒に従っている会員のいるワードです。彼らは愛と関心を持ち、互いの重荷を負い、悲しむ者と共に悲しみ、
慰めのいるものを慰め、共に耐え忍ぶことを望んでいます。これらの出来事のたびに、私たちは愛と奉仕と憐れみが注がれる様子を見てきました。それは皆にとって心を鼓舞される経験でした。ビショップが到着し、ホームティーチャーと訪問教師が行動を起こし、メルキゼク神権とアロー神権定委員会、婦女協会が物心両面の必要を満たすために団結しました。冷蔵庫に食品を補充し、家を掃除し、樹木を剪定し、フェンスにペンキを塗り、傷ついた心に慰めが与えられました。あらゆる場面に会員たちがいました。いずれの場合も愛する人を失った家族は信仰を強め、救い主への愛を含め、贖いに一層感謝し、精神的、霊的に大きな助けを必要とする自分たちに応えてくれた組織に対して、心からの感謝を表しました。これらの家族は逆境を通して死を知ったと語ります。辛い経験から得た素晴らしい経験について語り、悲痛からもたらされる祝福について明かしするのです。彼らは主を讃え、口を揃えて呼ぶの言葉を語ります。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。ワードの会員として互いに重荷を負い合った経験から、私たちはいくつかの教訓を学びました。第一に、精神面や霊性面で緊急の支援を必要としている人々を知り、助ける上で、主の組織は十分に対応できます。第二に、逆境により祈りと贖いについての理解を含め、さらに神に近づくことができます。贖いは苦痛と苦悩を、それに伴う様々な霊的な現れを通して癒してくれます。第三に、悲劇に直接苛まれた会員たちは、愛と哀れみ、思いやりが増し加えられるのを経験します。かつて悲劇を経験した人たちは、他の人々を慰める上で、真っ先に駆けつける人、最も効果的な働きかけができる人となるのです。第四に、共に耐え忍ぶときに、家族と同様、ワードも一つになります。一人に起きたことは、全員に起きたことなので。最も大切なことは、私たちが一層の憐れみと思いやりを持てるようになることです。それは各自の試練と経験を通して成長する機会を得るからです。こうして私たちは共に耐え忍べるのです。私はこのような愛と思いやりにあふれた組織にいることを喜びとしています。互いの重荷を負い、悲しむ者と共に悲しむ方法をこれほどよく知っている人はいません。私がこれが共に耐え忍ぶことだと考えています。一人に起きたことは全員に起きたことなのです。私は私たちが他の人の重荷を軽く助けとなれますように祈っています。イエス・キリストの御名により。アーメン。